フェデリコ・バルザレッティ、フェデリコ・バルザレッティ、フェデリコ・ボルズレッティ、1981年12月6日台は、イタリアトリノ県トリノ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、サイドバック。左サイドバックが本職であるが、右サイドでもプレーでき、中盤のサイドもこなす。6歳の時に、トリノ FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、 レンタル移籍先のバレーゼでプロデビューを果たし、2001年にはシエナでプレーした。2002から03シーズンからトリノに復帰し、2002年9月14日のインテル戦でセリエデビュー。2003から04シーズンからレギュラーに定着し、2004から05シーズンはプレーオフ突破に貢献するもトリノの破産によりセリエ昇格の権利を失い、2005年8月10日には 他のトリノの選手たちと共に自由契約となった。自由契約となったバルザレッティは、同じトリノにあるクラブであり、トリノのライバルであるユベントスに移籍した。トリノへの忠誠を誓っていたバルザレッティは妻が、妊娠していたこともありトリノの街に泊まることを選んだが、トリノサポーターからは裏切り者として、ブーイングを受けることとな。ユベントス移籍当初はレギュラーではなかったものの、 次第に、ファビオ・カペットの信頼を勝ち取り、計28試合に出場した。2005から06シーズンを1位で終えたユベントスは、カルチョスキャンダルの影響で、セリエ B 降格が決まったが、バルザレッティは、ユベントスに残留した。2006から07シーズンは、レギュラーとして、計40試合に出場し、ユベントスの1シーズンでのセリエ A 復帰に貢献。 2007年2月17日の黒島ネ戦では、プロ初ゴールを記録した。2007年6月20日に移籍金380万ユーロ、4年契約でフィオレンティーナに移籍した。移籍発表後には、ユベントスのホームページで、ファンに向け別れと感謝のメッセージを送った。しかし調整に失敗しシーズンの前半で6試合の出場にとどまった。 2008年1月25日にパレルモへ移籍金380万ユーロ3年半の契約で移籍した。2008年2月2日のリボルノ戦でパレルモでのデビューを飾るとレギュラーに定着し16試合に出場。2008からレイュシーズンは33試合に出場した。2009年10月18日のリボルノ戦で マッティア・カッサーニのクロスを左足でボレーし、遺跡後初得点を記録。バルザレッティの28歳の誕生日である同年12月6日には、カリアリ戦に出場し、セリエ A 通算100試合出場を達成した。2010年1月11日に、パレルモとの契約を新たに2013年まで延長した。2010年10月31日のラツィオ戦に出場し、 パレルモでの通算100試合出場を達成。このシーズンは、計44試合に出場し2得点、7アシストを記録し、セリエートップクラスのサイドバックとし評価された。2011から12シーズン、2012年3月24日のウディネーゼ戦で負傷。5月6日のホーム最終戦、キエーボ戦で復帰するも、シーズン最終戦を、期間支援で欠場し、 計32試合の出場に終わった。2011から12シーズン終了後に、パレルモの3年契約、年俸120万ユーロ、将来的なキャプテンの地位を約束した、契約延長を拒否し、2012年8月1日、エースローマに移籍金450万ユーロ、2015年までの3年契約、年俸150万ユーロで移籍した。 同日にはパレルモのホームページにバルザレッティのサポーターへのメッセージが掲載された。2012年8月26日のセリエ A 開幕戦カターニャ戦でローマでのデビューを飾った。移籍1年目は計32試合に出場した。2013年9月22日のラツヨとのローマダービーでフランチェスコトッティのクロスを左足でボレーして、 遺跡後初得点となる先制点を記録、涙を流して感情を爆発させた。しかし、同年11月10日の殺走路線以降は、スポーツヘルニアの影響で長期離脱。2014から15シーズン最終戦である2015年5月31日のフルス・パレルモ戦で567日ぶりの出場を果たした。ローマとの契約は2015年6月末で、 満了していたが、2015年8月12日に現役引退を表明。引退後は、チームスタッフとして、ローマに残るとともに、FOX ス,スポーツのサッカー解説なども務めている。イタリア代表としては、U、U-20、U-21 代表でプレー2010年11月14日に、フィオレンティーナ時代の指揮官である。 チェーザレ・プランデッリにより初めて A 代表に選出され、ルーマニアとの親善試合でフル出場し、代表デビューを果たした。UEFA ユーロ2012に臨むイタリア、代表メンバーに選出されると、3から5から2のフォーメーションで臨んだ初戦と、第2戦は出番がなかったものの、4から4から2のフォーメーションを組んだ、第3戦のアイランド戦、準々決勝イングランド戦、 準決勝ドイツ戦では先発フル出場を果たした。特にドイツ戦では出場停止のクリスティアン・マジョと負傷したニャツを、アバーテの大輪に右サイドバックでプレーし終了間際にハンドリングで PK を与えてしまったもののイタリアの決勝進出時に貢献した。決勝のスペイン戦ではベンチスタートとなったがジョルジョ・キエッリーニの負傷により途中出場。 イタリアはゼロの四で敗れ、準優勝に終わった。当時の妻との間に、2006年と2008年に二人の娘が生まれている。2011年6月13日に、フランス・パリのオペラザ・ヌ・バレリーナであるエレオノーラ、アバニャートと結婚した。ノルマンニ宮殿で結婚式を挙げ、マッティア・カッサーニとジョルジョ・キエッリーニが立ち会人となった。2012年1月24日には、 エレオノーラとの間に三女が生まれた。2015年には息子が誕生している。2012年にローマに移籍した理由として妻の仕事への配慮も挙げている。2012年7月21日に両親の故郷であるペッツァーナの名誉市民となった。パレルモ遺跡以降は背番号に42番を選択しているが、これは 父親の青年である1942年に由来する BR 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。